重大発表ゆるっとまとめへ。どうもゆるっと刀剣南部です。今回は先日発表があったサービス開始9周年新情報をゆるっとまとめたいと思います。まずは皆様、動画見られましたか？最初からなかなかに気になることが発表されてドキドキしていたのを覚えています。それではまず1つ目です。新たなる出陣先イコの実装。16日のメンテナンス後より新たなる出陣先にイコが実装されます。出陣するには池田屋の記憶をクリアしておかなければならないのが注意です。イコへの出陣は1日3回までという制限がありますが、コバやアイテムを使っての追加出陣も可能となるみたいです。またシルエットだけ公開された謎の人物はハリバンとのこと。声優さんは浦和月さんが担当してくださるそうです。イコで達成できる新任務での確定報酬で入手可能とのことらしいです。これはぜひともお迎えしたいですよね。続きまして2つ目です。新装備宝物が実装されます。先ほど説明したイコでの戦闘にて勝利すると稀に入手できる宝物の断片を集めて宝物作成を行うと宝物を入手することができるみたいです。宝物には同じ刀剣男子が装備して戦闘を繰り返すことで上昇するアイオードというのが実装され、ある一定の値に到達すると宝物に刀剣男子の名前が付与されるみたいです。さて3つ目です。警視刀剣南部9周年記念祝花火プレゼント。9周年直前配信で発表された9つのキーワードをゲーム内から専用のサイトに飛び入力フォームにて入力すると限定警視が入手できます。いよいよ解説4つ目です。刀剣南部オンラインゲームの公式ホームページがこの度解説が決定。1月14日に開設されていますので、ぜひ見に行ってみてくださいね。5つ目です。新、アニメ始動。万博刀剣乱舞アニメ化決定です。このゆるふわの刀剣男子たちがアニメで見られるなんて。そして、ゆるっとが期待してやまない、脚本原案舞台刀剣乱舞のアニメ化が決定。その名も、刀剣乱舞、怪、巨伝、もゆる本能寺、2024年4月放送決定。もうこれは、春が待ち遠しいです。それでは最後です。10周年の節目を記念して、大スケールにて実施する、大本丸博が開催決定となりました。開催期間は2025年1月18日19日の2日間、幕張メッセで行う予定らしいです。これは予定を合わせていくしかないですね。ここまでご視聴ありがとうございました。まだまだ伝えきれていない発表がございますので、この機会に刀剣乱舞オンライン9周年配信をご覧になってくださいね。豆の助も待ってますよ。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。